魔法使い黎明期は、古装かけるによる日本のライトノベル作品。それを原作、題材とした派生作品群。イラストは岩崎隆が担当している。ゼロから始める魔法の書の第二部として執筆される作品であり、世界設定や登場人物を共有している部分がある。しかし、著者曰く、間違いなく新シリーズとして書いたの通り、この作品は、 物語として独立しており、本作品から読み始める読者に向けて書かれている。魔法学校に通う主人公の青年は入学以前の記憶がなく落ちこぼれの生徒であった。そんな彼が仲間と共に様々な出来事を通し成長していく様子を描いたファンタジー小説。また、本作では複数の視点が切り替わる、いわゆる神の視点で描かれる。 前作のゼロの書は電撃文庫から出版されていたが、本作は講段社らのベ文庫から出版されている。ゼロの書と魔法使い黎明期の中間にあたる短編集として魔女との野獣の極めて普通な村づくりが存在する。2019年7月発売の月刊少年シリウス2019年9月号より、達夫による漫画版の連載が始まった。 2021年4月にはテレビアニメの制作が告知された。ゼロの書によって魔法が全世界に広まり、世界は混乱を極めた。泥闇の魔女によって北の災厄が引き起こされたが、ゼロと傭兵の活躍によって世界には平和が訪れる。その後、ウェニアス王国では人間と魔女が共存する世界を目指しアリバスは奔走していた。 しかし、世界では依然として人間と魔女が共存することを心よく思っていないものが存在し、対立の下火は消えていなかった。そんな中、ェニアス王国にある魔法学校に通う主人公、セービルは落第を危惧した学長のアルバスから特別実習に参加するように命じられる。セービルが実習への参加を言い渡される光景を見ていた黎明の魔女、 ロークリスタスは、ゼロの書の著者に会うことを条件に、実習の引率を、半ば強引に引き受け、生ビルや、同級生で優等生のホルト、獣落ちの駆動をはじめとする生徒たちで実習先へ向かうことになる。2018年8月から、講段社らのベ文庫より、現在2巻が刊行されている。ツ夫による作画で、月刊少年シリウスにて掲載中。単行本は、 講談社から期間4巻が観光中。漫画、ありがとうございます。